MMX 特別公開パネルディスカッション企画を始めさせていただきます。相模原キャンパスオンライン特別公開火星衛星探査計画 MMX アンオフィシャル番組第2部パネルディスカッション。 MMX チームメンバーが考える新宇宙探査のこれからを開催いたします。本イベントの進行役を務めさせていただきます火星衛星探査機プロジェクトチームの梶谷と申します。よろしくお願いします。はい、まず本日のパネルディスカッションの概要をご紹介したいと思います。本日のテーマは MMX チームメンバーが考える新宇宙探査のこれからということで、このようなスケジュールで進行していきます。ただいまより 開演の挨拶とパネリストの紹介をさせていただきます。その後は宇宙開発を仕事にしたいと思った理由と、今の担当範囲以外でやってみたい分野の仕事について、パネリストの皆様にお答えいただきます。すいません、こちらすべて時間が10分遅れになっていまして、15時40分頃から16時35分までは、新宇宙探査のこれからについてパネルディスカッションを行います。パネルディスカッションの最後には10分程度視聴者の皆様から質疑応答の時間も設けておりますので、質問のある方はチャット欄にどんどん書き込んでいってください。またこちらの映像は録画させていただきますのでご了承ください。はい、それでは最初に本日の進行役の簡単な紹介をさせていただきます。まずは私、月惑星探査データ解析グループの梶谷よりと申します。MMX では地上データ処理の検討などを担当しております。本日はどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、同じく本日の進行役と務めます安光と申します。MMX では探査機システムの設計と運用設計の取りまとめを実施しています。梶谷さん1年目ということでサポート役として司会させていただきます。今日はシステムいつも仕事している仲間がどういったことを考えているのかということを議論できるということを楽しみにしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日のパネリストの皆様のご紹介に移らせていただきます。まずは吉川さん、よろしくお願いします。はい、聞こえてますでしょうか。吉川です。よろしくお願いいたします。私の所属は県海本部の第一研究ユニットというところなんですけど、実際に相模原キャンパスでお仕事してまして、いろんな惑星探査のプロジェクトをさせていただいています。簡単な経歴なんですけれども、理工学研究科の機械宇宙システムというところでダート JAXA に入って、最初半年間HTB 技術センターコウノトリの部署で研修をして、その後今の第一研究ユニットに入っています。今までにはハヤブサ2とか MMX、SLIM なんかのプロジェクトに携わって研究をしてきてます。研究や開発してきてます。MMX ではサンプリング装置の開発とか、うん、MMX ローバーの開発、あと総合システムといって、システムとか運用とかが全体でうまくいくようにどうしたらいいかというのを考えたりしているお仕事をしています。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは次に大野さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、大野です。よろしくお願いします。ごめんなさい、画面が変わってないように見えるんですけど。あ、はい、ありがとうございます。私も吉川さんと同じ研究開発部門の第一研究ユニットというところに所属をしてます。経歴としましては、工学系研究科航空宇宙工学専攻というところを、卒業しまして、ちょっと海外に行ってた関係で秋入学秋卒業という形 で半年間だけポスドクをやりまして、その後 JAXA に入りました。
で最初は調布のですね、航空技術部門というところにいたんですけれども、それは研修という形で半年間で、その後、現在も所属してます研究開発部門の第一研究ユニット、筑波と相模原どちらも経験しているという感じです。でこれまでJAXA に入ってから主に、担当していた仕事は、はやぶさ2と MMX になります。で MMX で、何をしているかといいますと、主に探査機システムと、後方誘導制御系を担当しています。探査機システムっていうのは、その探査機っていうのは、熱とか通信電力、いろんなサブシステムから構成されているわけですけど、それらを、一つに束ねる仕事がシステムですし、また後方誘導制御系というのは一つのサブシステムとして、いかに精度よくフォボスに着陸するかみたいなところが一番大事な、ところですけれども、そういった仕事をしてます。以上です。はい、ありがとうございました。それでは次は菊池さん、よろしくお願いします。はい、聞こえてますでしょうか。はい、聞こえています。はい、菊池博と申します。私は現在の所属は月惑星探査データ解析グループというところで、司会してくださっている梶谷さんと同じグループに所属しています。経歴といたしましては、最初に博物館という東大博物館に行ったんですけれども、担当の教授が、工学系に移られたということで一緒に移ってきて、そこで特任研究員やりました。そしてその後、この月惑星探査データ解析グループに、所属してお世話になっております。はい、で MMX での仕事としては、実際 MMX でどういったところに着陸すべきかというのを科学的な視点等で検討していて、あとは火星衛星フォボス・ダイモスというのは既存のデータが結構あるので、そちらを解析して、そのフォボス の, 表層観光環境の、起源の理解を深める、そういったデータ解析をやったりしています。以上です。ありがとうございます。それでは最後に永松さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大野さん、吉川さんと同じく、JAXA 研究開発部門の、筑波宇宙センターで、働いています永松愛子と申します。私は、経歴としては1999年に JAXA の前身である宇宙開発事業団に入社をして、長く、国際宇宙ステーションの、宇宙飛行士の、被曝のための線量計測を行ったり環境計測を担当していました。2019年からは研究開発部門において MMX ミッションとゲートウェイミッションの担当をしています。上の方に写真いっぱい並べてるんですけれども、これまで開発してきた装置、宇宙放射線計測の装置を示しています。現在の業務ですが、 MMX に搭載する惑星空間放射線モニターということで、宇宙環境の放射線の何個粒子がどれぐらい入ってきたかといったスペクトルを計測する装置、右下に図がありますが IREM という装置を開発しています。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは次にパネリストの皆様が宇宙開発を仕事にしたいと思った理由を順番にお聞かせ願いますでしょうか。ではまず最初は吉川さんからよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。仕事にしたいと思った理由なんですけど、私自身ちっちゃい頃にですね、よく父親に連れられてプラネタリウムに出ました。でその時の経験でこう宇宙にこう行けるような仕事っていうのをしてみたいなと思っていて、宇宙開発っていうのを、あるんだっていうことでその時やりたいなと思ってました。で実際に本当に仕事にしようと思ったのは大学に入って宇宙ロボットとか宇宙システムの研究とか、実際にそのプロジェクトでこうものを作って打ち上げるみたいな経験があって、その中で、そういうみんなでこうものを作っていくの楽しいなと思って、まさにその工学の分野で宇宙開発したいなと思って今の職に就いているという経歴です。以上です。
はい、ありがとうございます。学生の頃からされていたんですね。はい、では次に大野さん、よろしくお願いします。はい、私が宇宙を仕事にしたいと思った理由ですけれども、まあ大きく分けて2つあるかなと思ってまして、1つ目は直感ですね。野暮な言い方すると宇宙ってかっこいいなって思ったっていうのが、まあ、正直なところで、私自身はもともといわゆる宇宙少年みたいな小さい頃から宇宙が大好きってそういう感じではなかったんですけど、まあもともと数学とか物理が好きで、まあなんとなくエンジニアになりたいなと思っていて、でまあその中で宇宙ってこうなんていうか最先端でかっこいいイメージがあったので、そこは割と直感でやってみたいなと思いました。でそこからさらに、本当に仕事にしたいと思ったのは、大学生の時に、JAXA のプロジェクトに触れる機会があったからですね。例えばはやぶさ、初号機にはすごく感銘を受けましたし、あとは JAXA のインターンシップを利用してですね、イカロスというプロジェクトに、ちょっと参加させてもらったりとかして、まあ学生の時からそういうプロジェクトに直接触れられたことで本当に楽しさを覚えてしまいまして、これからもやっていきたいなというふうに思いました。はい、以上です。ありがとうございます。学生の頃からそうなんですね。イカロスのインターンっていうのはどういうことをされたんでしょうか？割と今と近くてですね、姿勢制御的なそういう話をやってました。そうなんですね。ありがとうございました。それでは次に菊池さん、よろしくお願いします。はい、私はですね、子供の、まあ、幼稚園小学生の頃からなんかちょっと死ぬのが怖くてですね、その前、そもそもなんで自分が生まれてきたんだろうって、なんかずっとそんなことを思っていて、なんか怖くて泣いたりって、そんな子供の時代を過ごしていて、でそういった疑問がですね、自然と、じゃあなんで、地球ができたのかとか、なんで太陽系ができたのかとか、なんで宇宙ができたのかっていう疑問に消化していって、まあ、その、なんで太陽系宇宙ができたのかっていうのを少しでも理解したいなと思って、今の仕事をやってみたいなと思って、今につながりますが、もう最近ではなんかあまりそういった死ぬのが怖いとかそういったものはあまり思わなくなってきまして、なんでこういった天体ができるのかっていう、そこを考えたり、想像したり、あとそういったことをすることがですね、なんか面白くてですね、そういったなんで生まれてきたのかっていう疑問はちょっとなくなりつつあるんですが、まあ、そういった感じで、今に至るという感じですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に長松さん、よろしくお願いします。はい、宇宙に興味を持ったきっかけは小学校4年生の時に2つありました。1つは、私九州出身なんですけれども、種子島宇宙センターに見学に行ったことで、ここが宇宙の入り口なんだというすごく感動した思いがあります。もう1つは、毛利向井という宇宙飛行士、日本人初の3人の宇宙飛行士が選ばれたのがその年で、特に向井宇宙飛行士が医学、まあ、ライフサイエンスも宇宙に持って、宇宙で活躍する分野なんだというのに非常に感銘を受けて、その上に憧れて JAXA に入りました。 JAXA に入った後は向井飛行士の部下になることができて非常に感激したという思いがあります。以上です。ありがとうございます。はい、それでは次に、パネリストの皆様に今の業務の担当範囲以外でやってみたい分野の仕事っていうのについてお聞きしていきたいと思います。それではまた吉川さんからお聞かせ願えますでしょうか？はい、MMX の仕事、まあ、どの仕事も面白そうでやってみたいなと思うんですけど、私はちょっと工学的な立場で、やっぱり GNC 工法誘導制御系ですね、先ほど小野さんが担当されてるっておっしゃってましたけど、その仕事っていうのはすごくやってみたいなと思います。実際、はい、はやぶさ2では自分も後方誘導系の仕事を、制御系の仕事をしてたので、MMX でも、まあ、
似たような、コーポレート制御っていうのはすごく興味を持って見ているっていう、感じです。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次は大野さん、よろしくお願いします。はい、私はここにも書いている通り、探査機システムと後方誘導制御系を担当してますが、おかげさまで自分としても興味があり、かつ、専門分野を活かせるところを担当させていただいてまして、で、まあ、しかも新しいことも学べるというか、そのなんというか自分自身勉強にもなるような、仕事、まあ、そういう両面があると思ってるんですね。専門分野を生かしつつ新しいことを学べるって、そういう仕事をおかげさまで担当させてもらえてると思ってるので、幸せだと思ってますし、 MMX の中では、他に、やってみたい仕事がないと言ってもいいぐらい今、嬉しい立場にいるかなと自分では思ってます。で、MMX 以外でっていう意味だと、まあ、もうちょっと研究して論文書いたりとかですね、そういった仕事も やりたいなと思ってまして、JAXA 入ってから割とプロジェクト業務を中心にやっていてですね、でそれはもちろんものすごくやりがいがあって楽しいんですけど、まあ、当然、責任とかプレッシャーもあるわけで、でそことはちょっと離れて、のびのび研究する時間ももうちょっと増やしたら、もう言うことなしだななんて、そんな勝手なわがままな気持ちもあります。はい、以上です。ありがとうございます。はい、では次は菊池さん、よろしくお願いします。はい、私も現在の仕事をで非常に満足しているのですが、興味がある天体としてはどちらかというとですね、固体天体といって地面がちゃんとあるガスとかじゃなくて地面のあるそういった天体に興味があって、それに関わるような探査ミッションだったら何でも興味が、はい、ある感じです。それでですね、私はどちらかというと理学系のことが興味あるんですが、一方でそういった理学データ画像とか、あとその他スペクトルデータとか、そういったいろんなデータがあると思うんですけれども、そういったデータがどのようにして取得されるのかっていうそういったことを JAXA では学べるので、非常に工学と理学の視点からその探査の、重要性だったりを理解することができるので、非常に面白く仕事してできています。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ホボス以外の固体天体に興味がおありということですが、今までホボス以外に研究された天体などはありますでしょうか？はい、はやぶさが初号機が入った糸川とか、今はリュウグウの論文なりを書いていたり研究したりしていて、あとは小惑星 のガリレオ衛星 のガスプラとか、そういった小惑星にだったり、あと木星の小さい衛星だったり大きな衛星だったり土星の衛星だったりって、まあ、主に小さい天体に興味を持っていろいろと調べてる、比較したりしています。そんなにたくさんされていたんですね。ありがとうございます。それでは最後に永松さん、よろしくお願いします。はい、MMX では、宇宙放射線というキーワードで、装置開発を担当させていただいておりまして、2024年に打ち上がるのを楽しみにしています。現在国際宇宙ステーションと、ま、月と火星を通して放射線を環境を調べる把握するといったことを一貫してやらせていただいているのですが、もともとは、人がどんどん、ま、宇宙に進出して、ま、旅行に行ったり移住したりというところを目的にしていますので、将来的には、JAXA のそういった技術や知見が、もっとたくさんの人に有効活用できるような仕事をしたいなと思っています。ありがとうございます。皆様それぞれのご意見がお伺いできて、すごい興味深かったです。はい、
それではここからパネリストの皆様に新宇宙探査のこれからをテーマに語っていただくパートに入らせていただきます。最初に私の方から宇宙科学研究所の探査計画の中で MMX がどのような位置にいて将来はどのような探査が他に計画されているのかということについて簡単に説明させていただきます。これまで宇宙科学研究所では数多くの探査機を太陽系の中のさまざまな天体に送り込んできた歴史があります。2000年以降に打ち上げられた主な探査機のうち固体天体を対象としたものを少し見てみると、例えば2010年代までは小惑星探査機のはやぶさ2であったり、プラネット C というのは金星探査機の暁、あとは MMO 水星探査機ミオといった探査機が太陽系の中の固体天体に向けて打ち上げられてきました。2020年代にもいくつもの探査機が打ち上げられる予定です。 MMX は2024年度打ち上げ予定で、2029年度に地球にサンプルを帰還させることを目標に準備が進められています。同じ2020年代には小型月着陸探査機スリムや新宇宙探査技術実証機のデスティニープラス、また木星氷衛星の探査計画のガニメデ周回衛星ジュースなどの探査機が打ち上げ予定です。2020年代後半以降を見てみますと、将来の有人探査を見据えた月極域探査ミッションのルペックスであるとか、次期国際火星探査ミッションのマーズアイスマッパーのミッションなどが計画されています。このような将来像が宇宙圏で描かれている中で、パネリストの皆様がそれぞれ MMX のプロジェクトの経験をお持ちだと思うんですけど、それに基づいて考える MMX 以外でやってみたい探査についてお話を伺っていきたいと思います。先生、一点だけ、この図なんですけれども、月極域探査ミッションルペックスと書いてありますが、図としては油圧ローバーの図ですね、これ。はい、ルペックスももちろん大切ですし、油圧ローバー、トヨタさんとやってるプロジェクトですけれども、はい、写真とキャプションがちょっとずれてましたけれども、はい、申し上げたいところに、そういったところをやってるといったところですかね。はい、ありがとうございます。はい、それでは、パネリストの皆さんに MMX 以外でやってみたい探査についてお話しいただくパートに入っていこうと思います。それでは最初に吉川さんからお話しいただけますでしょうか。はい、私将来やってみたい探査ということで超個人的意見です。本当に自由に書いたというところです。私やってみたいのは大きな探査の枠組みとしては2つで、小天体の全球探査というのと、あと天体の未到拠点探査っていう、この2つを大きなテーマとして挙げてます。で、小天体の探査、小天体ってそもそも重力の小さな衛星とか小惑星とか水星みたいなもの小天体って呼ぶんですけど、日本は小天体の探査の歴史が長くてですね、先駆けとか水星、はやぶさ2といっぱいこう小天体の探査をやってきてるっていう、歴史があって技術も蓄積されていると思ってます。で、小天体の面白いところは工学的な観点がちょっと強いんですけど、バラエティ飛んでて形とか重力の大きさとか、できているものとかが結構いろんな個性がある、でもちっちゃいということで、小さい天体だったら工学的にはもう丸ごと全部探査しちゃいたい、個人的には思ってます。で、ちょっと近い将来、いくつかこうこんなミッションを考えているんですけど、近い将来だとファーストローテーター天体探査ということで、すごく時点が早い探査にこう、プローブを投下して極域からこう赤道域にこう自動でこう早いんでこう物体が動いていくんですけど、それをこう観測してこういう惑星の形成とかのなんかデータが取れないかなとか思ったりしてます。あと、MMX ローバーで、これは今別に
飲み慣れでやるミッションではないですけど、余力があればそのローバー使って着陸状況の撮影とか、あとフォボスを周回している様子をISS を地球で見れるような感じで MMX を撮像するみたいなことできると面白いなと思っています。で、まあ、こういうのを今ある技術でできるような探査かなと思うんですけど、少し遠い未来では複数機の構成、右の図にあるような親機から、なんかこれスライド今真っ白になっちゃってますけど大丈夫ですか？あ、今戻ってきましたね。はい。あ、親機から複数機の、ロボット、まあ、個性的なロボットを何台もこう下ろして、全球を飛び回るような探査っていうのをしたいなというふうに考えています。で、いろんな複数台あれば、ちょっと危険な地域とかにもチャレンジングで探査できるので、まあ、面白いかなと思っています。で、次のページお願いしていいですか。はい。で、天体未踏拠点探査ということなんですけど、これは比較的高重力だけど、で観測データがいっぱいあるんだけど、天体の行けてない場所とか、小天体でもアクセスが難しいところ、まあ、具体的には地球の他にある断崖、ホラー穴、あと火山地域、まあ、超高濃度大気、水中なんかの、まあ、全然地球外でアクセスしたことないようなところに行くような探査をしたいなと思ってます。少し遠い未来と書いてますけど、例えば跳躍機構を有した小型ローバーでのホラー穴探査とか、金属小惑星、鉄とかでできた小惑星があるので、そういうものの断崖を磁力を使ったロボットで、断崖ってこう普通に、磁力とかないと落ちちゃうんで、スパイダーマンみたいな感じでこう断崖を走破するような、探査っていうのはできたら面白いかなと考えています。はい。で、ちょっと時間長くなっちゃってるんで、最後簡潔にまとめると、こういう、まあ、現地で何するかっていう技術と、あと、そこに自在にアクセスできるって技術が必要だと思ってるんで、自在に天体間を航行する、輸送システム。まあ、これがある世界だったら、こういう探査が実現していくんじゃないかなと思っています。はい。私がやりたい探査は以上です。ありがとうございます。すごくワクワクするような探査計画をたくさん聞けて、はい、興味深かったです。それでは次に大野さん、よろしくお願いします。はい、私がやってみたい探査ということで、地球外生命探査ですね。まあ、まず先にちょっと触れないわけにはいかないのがこのイラストなんですけども、このまあタコ型宇宙人をイメージしてですね、私が10秒ぐらいでお絵描きしました。もう何年ぶりにお絵描きしたか分からないぐらいのものですけれども、まあこんなのが見られたらいいなということです。まあ近年ですね、その地球外生命探査に関わるような活動が活発化してきてるかなと思ってまして、まあ、例えば太陽系外の惑星、まあこれは主に天文的なところがありますけれども、まあそういった、地球に似た環境の惑星が遠いところに、いくつもあるとか、そういうことが分かってきている。これはかなり、まあ本当最近になってようやく分かってきたという話ではあると思いますし、あとは火星ですね。まあこれ MMX も含まれると思いますが、火星圏にはやっぱり生命が過去に存在していた可能性があると。で、火星、そういう観点での火星探査も、まあ活発化してきてるかなと。で、最後に氷衛星ですね。先ほどガニメデ周回衛星ジュースっていうのがご紹介ありましたけど、まあ、ああいったものも含めて例えば木星とか土星の、氷や水でできている衛星の探査、こういうのが結構、活発化してきていると。で、まあ、これはもう完全に個人的な予測ですけれども、今後数十年の間に必ず地球外生命ってなんか見つかるんじゃないかなと思ってます。勝手に信じています。なので、私もそれに携わりたいなと思っています。で、
まあ、あの本日はですね、なんか具体的な話をするよりもちょっと大風呂敷広げて、あの想像力豊かにあの話したいなと思ったんですけど、まあ、あのなんというか、まあ、まずなんであの地球外生命探査やりたいか、なんで地球外生命見つけたいかっていうのは、まあ、あんまり理屈じゃないなとも思ってまして、そういうものがいるならあの見てみたいっていう単純な好奇心とか、あの自然と、心躍るような気持ちになるのが一つっていうのと、まあ、あとはやっぱり、この広い宇宙で、なんというか地球だけが特別じゃない、我々は一人じゃないっていうことですよね。それによって、まあ、大きく価値観変わると思いますし、そういったところにつながっていくと、なお素敵なのかなと思ってます。で、まあ、それをどういう形で、やるかっていうと、まああの後ほどもご紹介しますが、いろんなやり方あると思うんですけど、まあ、やっぱり一番は日本が持つ探査技術を活用してサンプルリターンする。これができたらもうあの最高じゃないかなと勝手に思ってます。あの、まあ、どこかからサンプルを持ってきて、それをこうパカッと開けた時にですね、なんかあの何かの死骸とか微生物みたいなものがいることを想像したら、あのまあ、多くの人はワクワクするっていう気持ちをなんとなく共感していただけるんじゃないかなと思うんですけど、もう本当にそれにあのつきます。それがあの昔からあの個人的にやってみたいなとずっと思っていることです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、私もすごく地球外生命探査とか興味があるので共感して聞いていました。今後数十年の間に見つけることができたら、その私たちも働いている時なので本当にその現場に立ち会うことができるんじゃないかなって期待しています。ありがとうございます。では次に菊池さん、よろしくお願いします。はい、菊池です。私はですね、まあその吉川さんのおっしゃられた通り、まあ、できればもうどん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 いろんな小惑星、小さい天体に行って探査したいっていうのが一つ、あの同じモチベーションでやってるんですが、まあ、その中で特に、これやりたいなって思ってるのがこの M 型小惑星というものです。で、まずその M 型小惑星って何だっていうことですが、小惑星はそのスペクトルとかのそういった形の分類でですね、まあ、その S 型とか C 型とか X 型って呼ばれるのがあってですね、まあ、S 型っていうのはその、まあ岩石系 の、 その糸川とかですね。で、C 型の小惑星に、まあ、今回行ってるリュウグとか、あと今回、そうですね、MMX で注目してるそのフォボスとダイモスも、まあ、これの類似系だろうと考えられていて、こういったあの知見というのはどんどんおそらくあの、まあ、蓄積されていってるんですが、一方でその X 型っていうものは、実はまだ近接観測ができていなくてですね、まあ、多くはそのレーダー観測によって、あ、こういった形なんじゃないか、このくらいの質量なんじゃないか、そういったことくらいしかあのよく分かってない、そういった天体になってます。で、その X 型でさらに最大のグループっていうのは、この M 型っていう小惑星になっていて、で、その M 型っていうのは、まあ、面白いことにですね、まあ、おそらくなんか金属みたいなのでできてるんじゃないかって言われていてですね。あの隕石の中にはその鉄とかニッケルとかプラチナとかそういった金属を多く含むのがあるんですが、それらはおそらく M 型小惑星が起源なんじゃないかなっていうふうに考えられている、そういった天体になっています。じゃあそういったあの M 型小惑星を探査するメリットって何なのっていうことを考えると、まずこのやっぱり、まあ、小惑星というのは大きく3つに分類されると申し上げましたが、これによってですね、まあ、これで一応一通りの全容はつかめそうな、まあ、X 型を調べると全体的なその、まあ、太陽系がどうやって、まあ、物質変遷を経てきたかとか、そういった大きく太陽系の進化にあの深まる、そういったメリットがあるのかなと一つ思ってます。で、あとはですね、こういった金属の天体なので、おそらくこれはあの天体の、あの資源的な分化した天体のですね、コア、そういったものがむき出しになっているような構造になっているんじゃないかって一方であの予想されていて、つまり私たちがここに行けば、別にこの地球とか深いあの内部を掘らなくてもですね、あの内部の情報をあの
内部の情報をあの理解できる可能性があると。であとは、こちらはまあまあ理学的な興味になるんですが、こういった非常に重い天体は一体どういったあの形とか地形とか、私たちが全く想像できなかったような、そういった形、環境を持っているからもしれなくて、これはあの、個人的な興味があるんですが、個人的な興味ですが、見てみたいなと、そういったものになっています。で、あとはこの金属でできているので、金属でできている、濃縮されているということが期待されているので、もしかしたらその将来的な宇宙の資源の足がかりになるかもしれないと。で、こちら、あの右側にあのいろいろ、これフォボスなんです。フォボスが宇宙圏に、これ別にあのこのフォボスを宇宙圏にぶち当てたいとかそういったことじゃなくてですね、あのフォボスみたいな天体をあの地球に持って帰れたらあのいいなっていう、そういった願い込めてこういった絵を作っています。で、今隕石の中にはですね、なんか1トンあたり大体10グラムくらい の, あのプラチナあるような、そういった隕石もあるみたいなんですね。それをざっと計算するとですね、今回 の, あのリュウグウみたいな天体、大体リュウグウっていうのは大体1キロくらいなんですが、あれを あのくらいの大きさの、M 型小惑星を持ってくれればですね、大体もうプラチナだけで、1万8000トンくらいのプラチナがあって、これ日本円に換算するとなんか8000兆円くらいらしいですね。8000兆円あると日本が買えるらしいなんですが、そういった一気にその、一気に、その経済まかなかいちゃうということで、非常に期待していると。で、期待しているんですが、実はもう M 型小惑星行くぞっていう計画はあってですね、サイキっていう、これ私はピシケって呼んでるけど、これサイキって結構アメリカ現地の人呼んでるサイキミッションっていうらしいんですが、これを計画していて、もう今年か来年くらいに打ち上げて2026年に到着するらしいので、ちょっと先越されちゃったんですが、他にも M 型っていうのは、クレオパトラとかっていう小惑星だったり、あとヘスペリアとかっていう、直径100キロくらいの焦点だったんですが、そういったものを行ってみたいなと考えてます。私からは、やってみたい探査は以上です。ありがとうございます。M 型小惑星を探査することで、S 型、C 型、X 型で、全部網羅して、太陽系の歴史が、より明らかになるっていうことで、菊池さんのモチベーションの部分とすごくつながりがあるんだなっていうことが分かりました。ありがとうございます。それでは最後に長松さん、お願いいたします。はい。私が MMX 以外でやってみたい探査なんですが、実はもう始まっている探査のご紹介をしたいと思います。私は同じ MMX と同じ打ち上げと同じ2024年に始まるゲートウェイについても担当しているんですが、ゲートウェイの中で、宇宙飛行士が活動したり、いろんな機器、それからいろんな実験のための、放射線の、環境データを取得するためにさまざまなタイプの計測機を開発しています。一番最初に上がるのが一番、右上にある白い D スペースという線量計で2024年度打ち上げになります。それから、真ん中にあるのが、リシェスというもので、これは実は MMX に搭載するアイレムの技術を使って、アイレムでは300メブまでのエネルギースペクトルに限られるんですけれども、20ビまでのエネルギーを測定して、なおかつ非常に小型化、省電力化をした、リシェスというエネルギースペクトルメーターを開発して、2030年度、前後に、ゲートウェイに打ち上げられればということで開発にを着手しています。また国際宇宙ステーションに載せた、32キロという非常に大型の線量計を、なんとか省電力化して5キロ以下にして、こちらもやはりゲートウェイに搭載して、この3つの機器を、協調システムで運用させて、より高精度な線量計測をするといったことが目的にしています。下の方に、探査機の図があるんですけれども、ゲートウェイの船内だけではなくて、こういった探査機の、を使った、月面活動であったり、トヨタさんとのルナローバーの中で、宇宙飛行士が快適に過ごせるような放射線環境計測も進めていく予定です。右にあるのはゲートウェイの図なんですけれども、真ん中のハローモジュールというところ
に線量計を乗せて計測を開始する実験が2024年から、でその下にあるのがその船内のイメージ図で、まあ、いろんなところに放射線計測器があって、船外と船内で計測をして精度よく計測する。でいずれはこの複数の装置の機器のデータを組み合わせて線量予測も実施する。いろんな人が行くときにこの時期の線量はこれぐらい、太陽フレアが来るとこれぐらいといったものが地上に下ろして解析ではなくてもオンボードで分かるような形にしたいと思っています。以上です。ありがとうございました。宇宙用の線量計ってこんなに小型化されていたんですね。すみません、恥ずかしながら今初めて写真を見て、はい、びっくりしました。ありがとうございます。それでは次にパネリスト同士の意見交換の時間に移りたいと思います。今パネリストの皆様にお話しいただいた将来やってみたい探査に関してパネリスト同士で議論をしていただければと思います。それではここからは順番などは設けずに質問のある方発言いただければと思います。どなたか別の方の探査について質問のある方いらっしゃいましたらお願いします。これ手挙げ、挙げなくていいかな。じゃあ私質問いいですか。お願いします。はい、まさに菊池さんにちょっとご質問があるんですけど、M 型の小惑星探査したいと私がこう書いたアイデアと非常に似てるなと思ったんですけど、理学的に M 型小惑星だったらどこを探査したいですか。でさっき言ったみたいな崖みたいなところにはあると思ってますか。でそういうところにアクセスするのはサイエンス的にメリットあると思いますか。どうなのかなと思って教えてください。はい、本当に行ってみないとどういった地形になってるかっていうのはよく分かんないでから行ってみていろいろそこで考慮すると、一方ですね、最近 のデータによるとアレシボとかのデータによるとプシキ最近はですねもしかしたら空撃率が結構大きくて、おそらくレゴリスがあるだろうと言われているので、そういったレゴリスっていうのは、その天体のによって表面にですね、衝突が生じることによって、破砕物が飛び散るの、その破砕物をレゴリスっていうんですけれども、そういった破砕物がいっぱい堆積しているところなので、おそらくそういったものがあればですね、サンプルリターンもできるでしょうし、そういった構造になっている。一方でですね、全くそういったレゴリスがなくて本当金属鉄のむき出しになっているような M 型小惑星もあるんじゃないかっていう議論されているので、そういった天体だとですね、なかなかそのサンプルリターンとか難しいかもしれませんが、一方でそういった天体はですね、理学的には非常に重要というか非常に何しろむき出しで私も全く想像もできない、地形になっていると思うんですが、なので、ちょっとそこでその理学的に何が重要かっていうのはちょっと今申し上げるのは非常に難しいんですけれども見てみたいなということで、おそらくそういった天体ですね、おそらく崖とかは必ずあって、崖になると内部の構造、その崖っていうのはよくクレーターの内部とかが崖とか大きな崖になってると思うんですけども、そういった崖を見るとちょっと内部の情報っていうのもさらによく、保持している内部の情報もあると思ってるので、その吉川さんがおっしゃった崖に注目するっていうのは非常にいいアイデアだなと思ってます。でそのくらいですが、すみません、私も全くどういった問題かも想像できないので理学的にもちょっと答えるのは難しい状況です。ごめんなさい、ありがとうございます。そうですよね、小天体って言ってみないと分かんないっていうのが逆に面白さでもあるなと思います。でも、はい、自分は
債券の創造図とか見て、でっかいクレーターがボコンと開いてて、そこにこう、まあ、降りてったり、ちょっと真ん中に着陸するの難しいから、そこから降りてったりして、真ん中のこうクレーター見たりとかすると、なんか面白いこと分かるのかなと思って、なんかちょっと、さっきのミッション書いてみました。でも逆にそのあれなんですね、あのレゴリス、なんかそのサイケのイメージがあったから、なんか本当に岩だらけな小 M 型小惑星ばっかりなのかなと思ったんですけど、実際レゴリスがあるような M 型もあるとすると、そっちはなんかこう MMX みたいなコアラーの技術でサンプル取るとか、まあ、そういうのが使えそう、技術的には使えそう、なんか全然違ったアプローチで洗礼です。いや、あと重いので結構気をつけなくちゃいけないなと、着陸足とか反発も、もし金属が向けてしちゃったらそうですし、硬すぎ重いから、うまくスラスターで吹かないと衝突しちゃうような、あと磁場ですかね、その磁場がどのくらい影響するかっていうのが多分設計とかに非常に工学的に重要になってくるようなと思います。そうですね、姿勢制御とか磁場の影響を受けて姿勢変わっちゃって、そういうの難しいかもしれないなと思います。じゃあ逆にそうですね、はい、うん、はい、なんか私ばっかり喋ってもあれなので、はい、でも面白い。視聴者からの質問の時間を後で設けているんですけど、今せっかくなので、関係する質問をいただきましたので、お答えいただければと思います。菊池さんの探査について、M 型小惑星からのサンプルリターンは可能でしょうか？表面は硬いのでしょうか？という質問をいただいています。と関連する話題でしたので、今お答えいただければと思います。はい。これ私読んで一応答えたつもりだったんですけども、サンプルリターンは、まあ、言ってみないと分かんないですけど、まあ、可能、まあ、可能ではある、まあ、その天体によりますね。言ってみないと分からない。表面は硬いでしょうか。おそらく、フォボスよりは硬いと思います。まあ、それも言ってみないと分かんないんですけども。はい、ご質問ありがとうございます。ありがとうございます。レゴリス上であれば、まあ、サンプルリターンは可能な可能性が高いということは言えるんでしょうか？そうですね、まあ、今回のリュウグみたいに SCI でバーンって衝突、クレーター作って、無理やりレゴリス作ったりっていうこともできるかと思うんですが、はい、なので、工夫すれば取れると思いますね。ちょっと補足というかコメントがあって、サンプル技術って観点だと、岩からのサンプル取ったりするっていうのはアメリカだとドリル使って火星でやったりとかしてますし、あと硬い氷みたいなものだとこうスコップみたいなのをジャコッと刺してサンプルを取るような技術もあります。なので岩でもサンプルを取るってことはまずできると思います。ありがとうございます。ただ金属なんで、そこが難しいところで、ちょっとそういうところは研究とかが必要で、まあ面白いところかなと思って聞いてました。ありがとうございます。それでは他の質問がある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ私も菊池さんにちょっとついでに質問していいですか。小惑星 X 型の中で最大グループは M 型っていうお話だったんですけど、 X 型の中には他に M 型の他にどんなものがあるんですか。はい、M 型の他にですね、まあ非常にアルベドの高い何型か忘れちゃったけれども、M 型、まあ、何型、まあ、ほとんどというか、質量的なものが非常に類似した天体ですね。
X 型、M 型、あと何だっけかな、N 型、あとはですね、ちょっと待ってくださいね。M 型結構たくさんあるんですか？そう。いや、あ、そうですね。その中でも3種類くらいあったと思います。E 型とかかな、うん。あ、そうですね。E 型とかありますね。あとは P 型とかもあった気がします。基本的にそのアルベドで分けてるような。ああ、アルベドなんですね。その明るさってことですね、はい、表面で。あ、そうです、そうです。ああ、なるほど、なるほど。M とか E が明るいんですね。はい。はい。いや、いろいろあって面白いんだなと思いますし、いずれは、どの方も全制覇したいですよね、探査屋の我々としては。いや、でも300万個くらいあるんで、結構。そのなんていうか、全種類行ってみたいということですね、まずは。ああ、そう、まあ、その分類もですね、大きく分けただけなので、本当は、はい、大きく3つという人もいれば、11個あるっていう人もいるし、何とも言えないんですが、まあ、大きくそうですね、はい、このあたり3つは押さえておきたいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。いろんなその学説があるということで、はい、はい、奥が深いんですね。はい、あ、長松さん、どうぞ。長松さん、お願いします。私は大野さんに質問させていただきたいなと思います。素晴らしい、ありがとうございます。ぜひこんなキャラクターに会ってみたいなと思うのですが、おそらく大野さんはリモートセンシングですよね。無人ので、いろんなこういう何か生きているものが外にないかというのを探査するんだと思うんですけれども、質問は2つで、もしこういうものが何かいる惑星があって何十年かければ行けるかもというときに行きたいですかっていうのと、もし生きているサンプルが見つかった場合、それをまあ地球に持って帰りますかということで、2つお考え聞かせていただければと思います。はい、ありがとうございます。まさかこの絵をいじっていただけるとは思ってなかったので嬉しいですけど、そうですね、まず1つ目、行きたいですかっていうのは私自身がってことですかね。そうですよね。それはもちろん行きたいですね、行けるなら。おっしゃる通り、私はまあ、はやぶさ2とか MMX とか、無人探査をこれまでやってきてますし、まあ、やっぱり、基本的には、より遠く、誰も行ったことない場所に行きたいっていうのが、モチベーションとしてあるので、そうすると必然的に、探査機を送り込む無人探査、がメインになってくるとは思うんですけれども、まあ、やっぱり究極的には人が出ていくことだとは当然思ってるので、行けるならどこにでも行きたいです。それはもちろんそう思ってます。現実を忘れればですね。で、生きたものを持って帰ってきたいかどうかももちろん持って帰ってきたいです。まあ、技術的なことを言うと、惑星保護、プラネタリープロテクションとかって言いますけれども、そのなんというか、地球の外から、まあ、変なものを持って帰ってきてしまうと地球が危険にさらされるかもしれないっていうのと、あとは地球から微生物を外に持っていってしまうと、その、別の、天体の環境を汚染してしまうかもしれない、そういう課題が、まあ、ありますので、特に生きたものを持って帰ってくるっていうのはそういったことを考えるとかなりハードルが高い話になるんですけど、まあまあ、なんというかそういう現実的なことばっかりしても面白くないんで、絶対にいるなら持って帰ってきたいっていうのが、まあ、回答かなと思います。はい、はい、ありがとうございます。私もぜひ見てみたいです。あ、じゃあ私も長松さんに質問していいですか。
今回この将来やってみたい探査っていうお題をもらった時に、まあ、私なんかはですねこんな個人的な夢を描いて変なイラストまで描いてそういう方向性でやってしまったんですけど、永松さんはしっかりですね次のミッションをアピールされててさすがだなと思ったんですけど、もうちょっとこう夢みたいな話として将来やってみたいことってあれば教えていただけませんか。はい、まあ、次のところでまたビジネスのお話を書いてるんですけれども、はい、まあ、こういった宇宙の技術で宇宙旅行が本当に普通の生活でもう新婚旅行でも行けるというのはそういう形になっていけばいいかなと思っています。特に地球から、あ、違う、月から地球の日の出日の入りを本当に自分の目で見たいなと思っているのが、はい、ちっちゃいですけど今の夢で、大きいけど大きな夢です。はい、ありがとうございます。私も、はい、先ほど申し上げた通り無人探査やってますが、友人探査、友人飛行、すごく魅力的だと思ってます。はい、ありがとうございます。あ、すいません、私も永松さんにちょっと質問があって、言いたいタイミングなので質問したいんですけど、ちょっとすごい素人的な質問で恐縮なんですけど、船内の今ご紹介いただいたミッションで船内の被曝量計測ってあるんですけど、これってそんな問題になるほど船内にいても被曝しちゃうんですか。はい、まず宇宙放射線の、特性っていうと、まあ、プロトンから鉄核まで化学周期表のこれぐらいいろんな元素が、まあ、ダイナミックレンジで、もう本当に数キューブから、20部数十部までの広い領域で入ってきます。で、宇宙の船外から例えば数十部、本当に数百メブ単位の放射線が入ってくると性壁も突き抜けて、まあ、通り抜けて行ってしまうと。で、そこの中に人がいると、そこね、人の人体を通り抜けた後に線量被曝をするということがあって、どんなに、まあ、インフラが整っていても最終的には被曝線量で滞在できる日数が決まってしまう。それぐらい、まあ、宇宙旅行、特に友人に対しては線量、被曝線量の、まあ、コントロールをするというのが一番大事な問題になっています。あ、はい、そうなんです。はい、ありがとうございます。そうか、無人機でももちろん放射線問題になるので、まあ、ミッション期間って、まあ、探査機とか有人ミッションとまた違うと思うんですけど、やっぱそのもちろんその被曝防止用にアルミーター入れたりするじゃないですか。で、それで2ミリとかのアルミーターで電子機器とかだと十分持つような放射線量まで低減できるので、なんかその宇宙ステーションとかでもっとしっかりしたこう、設備なので、それでもその問題になるような、量まで浴びちゃうんだなっていうのが今なんかご説明から分かりました。やっぱり人と、もう当然ですけど電子機器だと全然違うってことなんですかね、そのレベルっていうのは。そうですね、耐えられる、線量のオーダーは違うので、確かに2ミリとか4ミリとかで、探査機は持つ、部品や、システムを選定して打ち上げられると思うんですけれども、放射線耐えられる人を選定してあげられるわけにはいかないので、だいたい宇宙船だと10センチのアルミぐらいの厚さで、人が真ん中でいると。で、まあ、年単位でいると、まあ、年単位や、まあ、月単位で活動をしますので、その間ずっと被曝を受けるという中で、まあ、管理をしていくという、まあ、測るということが一番重要になってきます。そうか、だからそうです、なるほど。そうです。何年ぐらい人間って船内だったら生き延びれるんですか、被曝的な感じ。はい、実は放射線の線量制限値、生涯で浴びていい線量の制限値というのは、まあ、各国の、放射線従事者の、まあ、法律であったり管理であったり、まあ、各国宇宙機関の管理で決まっているんですけれども、例えば国際宇宙ステーション地磁気圏の周りであると、まあ1年半とか2年とかそういう単位でいることができます。長く海外の宇宙飛行士で
ISS に最長記録を達成しましたというプロ野球宇宙飛行士とかいろんな方がいらっしゃるんですけれども、まあ、そのギリギリのところでいらっしゃるという形になっていますね。なるほど。いやとなると、そう、放射線の観点ではこう本当に遠いところに行くっていうのは人間一人だとあれなので、わかんない、また SF 的な話だと、そのお子さんが次の放射線的な観点で行くとか、ね、そんななんか、うん、必要があるんだなとちょっと思ってしまいました。そうですね、 MMX だと、まあ、2年半かけて往復するんですけれども、2年半人が行くと、まあ、線量を浴び続けてしまうので、MMX の環境でまず線量を測ってみると非常に重要な、あのこれからの月火星の有人探査に非常に重要なミッションになると思っています。あ、はい、ありがとうございます。吉川さんへの質問がないような、ちょっとあの司会のサポートの方ですけれども、ちょっと私の方から1点、吉川さんの先ほどのあの天体未踏探査ですかね、非常に面白いと思ったんですけれども、あのこのさっきのオフィシャルサイトの方のこの MMX がしゃべる前ですね、前に、ドローンを使った火星の地下空洞探査ミッションというのを大山先生話されてましたけれども、例えばこの、火星の洞穴、これはな、地下空洞というのを探査するっていうのは、吉川さん個人的にはどうですか、興味関心はおありですか。あ、そうですね、火星の縦穴も面白そうだなと思います、うん、確かに火星だとあの大気があるので、あの飛行探査っていうのが一つ新しいオプションで生まれてくるんだなと思います。そうですね、まあ、で小型ローバーだとやっぱりそういう観点だと大気がないところの方がメリットがあるというか、まあ、大気が ない天体じゃは、まあ、そもそもドローンは飛べないんであれですけど、まあ、そういうところでなんか、まあ、どっちの探査もこの行く星によって、まあ、当然探査の形態って変わると思うんで、あの確かに火星だったら大気使っていったらいいと思いますけど、でもなかなかそのこれ洞穴ってなると、あの周りがこうよりこう障害物だらけなんで、こうどうこうかわしてこう制御して飛んでいくかとかっていうのがかなり難しいなと、まあそういうところが多分技術的には面白いところなんだろうなと思ってあの聞きました。安市さんは洞穴探査とかに興味があるんですか。月にもあるという、まあ、それは大山先生、春山先生って方ですけども、いろいろ検討されている方もいらっしゃいますし、まあ、いろいろできれば面白いんだろうなというふうには思ってますね。じゃあ、会社さん、次がまだあるんでしょうか。はい、そうですね。ではそろそろ、パネリスト同士の質疑応答のパートは終わらせていただきたいと思います。で、皆さん異なるバックグラウンドの方々の意見をお聞きすることができて、大変興味深いお話でした。ありがとうございました。そうですね、私はエンジニアですので、まあ、何でしょう、先ほど来出てる SF 的な話で言うと、スター・ウォーズみたいな感じの、とある惑星から、あの恒星系の惑星にこう直接こう航行していくような、あの宇宙機があったりするわけですけど、まあ、あれはもう本当に遠い未来かもしれませんが、例えばそういうような技術、もう何年っていうか何百年先かもしれませんが、そういうことに向けてあのいろんな技術を我々蓄積していくべきだと思うんですね。でその一つのステップ、もちろんそんな技術がいきなりできるわけではないけれども、それが一つ一つ積み重なっていくっていうのが非常に重要で、今日皆さんあの言われた話もですね、天体未踏探査、地球外生命探査、太陽系 のサンプルリターン、エメ型含めたですね、というところ、あるいはその放射線の計測というのも含めて、まあ、多分それらは全部一つ一つステップになっていくんだろうなと。もちろんその MMX からスタートしたサンプルリターン技術ですとか、ローバーの技術ですとか、いろんな放射線計測のアイレムの技術ですとか、いうようなものというのは、全部密接に変わっていくんだと思ってますけれども、まあ、そういったところに一つ一つ着実にステップが踏めるようなあの一つになっていくんだろうなというふうに思って、あの非常にあの、まあ、だから次がないっていうような結論ってはまだ出てないトリガーだと思いますけれども、
いいきっかけになるのかなと思ってました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではここからは次の討議に移らせていただきたいと思います。今、皆さんに将来やってみたい探査についてお話しいただいたんですけれど、その探査を実現するためには、夢や理想だけではなくて、その探査をどのように宇宙利用につなげるかであったり、実際問題、どのようにどのような構成でその探査を実施するのか、そしてどうやって継続的に実施していくのかといったことが重要となります。そこでパネリストの皆様には、今お話ししていただいた将来やってみたい探査の現実化という観点から1人ずつご説明をお願いしたいと思います。それでは吉川さんからよろしくお願いします。はい、すいません、ちょっとコンフィグレーションのところも若干先に喋ってしまったので、すいません、そういう意味では申し訳ないですけど、スライドをさっきのスライドに戻していただいてますかね。はい、こちらです。なるほど。あ、もう一個戻ってもらっていいですか。はい、はい、ちょっといろんなの書いたんで、最初のファーストローテーター天体探査とかMX オーバーの撮像というのはさっき喋ったんですけど、さっきちょっとあんまり、しっかり喋らなかったというところで、この複数機構性による天体探査網のシステムの展開、超高域探査ということなんですけど、さっきまあ、親機から3台とか4台の、まあ、異なる個性的なこうロボットを下ろして探査しますって言ったんですけど、まあ、実際こういう3台の、まあまあ、今この図には3台書いてますけど、3台で、まあ、実際にこの降りていったりこうどこにいるかっていうのを正確にする必要があるんですね、技術的に。でそれが今まで一機で行ってると自分しかいないので、他に何もこうデータがないんですけど、親機子機だと要は神様がこう親機で見てるみたいな感じで、よりこう正確な情報を持ってこう天体に降りていったり、そのあと天体の上でこう動いたりするっていうことができるっていう、まあ、こういう技術が新しく作れるんじゃないかと思ってます。で、ある程度その大きさがないといろんな仕事できないんで、100キロから200キロぐらい の, ロボットを考えてて、小天体なんでホイールとかで動くよりも、ある程度こうホップして、スラスターっていう、まあ、ジェットを使ってホップして移動していくというようなことができるようなシステムを、まあ、使うのがいいんじゃないかなと思ってます。それがこの左の図ですね。で実際にサンプルリターンだったら、サンプル取る、まあ、メカニズムで、まあ、親機が降りてきて、そこでサンプル受け渡したりとか、まあ、機が、まあ、再びこう戻っていってもいいと思うんですけど、まあ、そんな感じの探査ってできないかなと思ってます。で心を複数機持ってっているところのいいところは、何機かは例えばすごい、クレーターが大きいところとか、例えば、まあ、さっきこう小天体であるか分かんないですけど、ホラー穴みたいなところがあったら、何機かこう結構リスクを取ってそういうところに攻めていくようなロボットも一緒に持っていけると思ってるんで、そういうところで何機かはチャレンジングなところに行くという、まあ、こういうような探査のイメージを持っていました。でちょっと次のページいただきそうですね、はい、凍結探査のところも、はい、大気がないようなところだったら、ホラー穴の細いところとかもガンガン進んでいくんですけど、何分状況が分かんないんで動けなくなるってことがあるかなと思ってて、跳躍機構、ジャンプする機構をつけておいて、進んでいって何かトラブルがあったらその場をジャンプして抜け出す、そういうことを続けて凍結探査をしていくと。で何かちょっと充電がなくなってきたりとかしたら、ルンバみたいにこう親機にまた、これも親機があって親機に戻ってみたいなことをやると、なんか、こういう凍結とか探査できるのかなと思ってました。金属小惑星のやつはさっき菊池さんとの議論で少しお話できたので、まあさっき報道みたいな感じでこう、まあ、登っていくようなロボットを使えないかなと思ってました。ところです。
すいません。で、ちょっと13ページかな、スライドいただいて、でこういうのが何につながるかっていうと、まさにさっき安内さんがスター・ウォーズの世界って言ったんですけど、私、その今、ちょっとまた SF 的なぶっ飛び発言になっちゃうかもしれないけど、やっぱりそのスター・ウォーズみたいにこういろんな星に行って、人類がこう活動していくっていうような、そういう未来っていうのが、まあ、個人的には来てほしいなと思ってて、まあ、要は、ウォーズのないスター・ウォーズ世界みたいなのが、平和な世界があるといいなと思ってまして、まあ、そういうところで実際今お話ししたみたいな小天体全球探査とか天体未踏探査っていうのは、まあ、現地で、まあ、そういう、いった新しい星で新しいことをするっていうところの技術になりますけど、その、実際にそこの現地に行く、要はスター・ウォーズで行くと、なんだっけ、ハイパースペースみたいな技術っていうのを、まあ、技術もっと現実的な形で輸送していって、複数機で大型のものを宇宙でこうランデブードッキングとかしながら、自在にこう携帯を変えながらこう天体にアクセスしていって、現地では面白いことをやるという、まあこういうことが、まあ、最終的な、宇宙利用のイメージっていうのにつながってます。でその中で、まあ、もう少し現実的な話だと、菊池さんとかみたいな、とか、まあ、梶谷さんみたいなサイエンティストが、うん、本当にこういう難しいところに行ってほしいとか、そういうことを工学的に、まあ、できるような、まあ、サイエンス価値を高めるための惑星探査技術っていうのが、まあ、つながっている宇宙利用のイメージとして持っていました。はい。ちょっとごめんなさい、スライドの、構成があべこべで申し訳なかったんですけれども、申し上げたいようなことはこのようなことです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。たくさん興味深い技術がたくさん出てきたので、いろいろお話を聞きたいところではあるんですけれど、まあ、次の方のお話に移らせていただきます。では、大野さんの方から、宇宙利用と実際の構成という観点から将来やってみたい探査についてお話をお願いします。はい、皆さんお待ちかね、またこのイラストが出てきましたけど、まあ、宇宙利用の観点で地球外生命体探査を、少しお話しすると、まあ、まずやっぱり挙げられるのは生命、太陽系、地球、これらの起源が解明されること、まあ、それにつながることですね。でそうすると、それはまあ将来の、人類にとって有益じゃないかなというふうに考えてます。まあ、地球を大切にして、地球で、暮らしていく、まあ、エコ的なそういう話であるとか、まあ、あとはテラフォーミングですよね。地球外、まあ、どこか分かりません、月とか火星とか、別の天体に移住していくって、そういう話、まあ、こういったところにつながっていくのかなと思ってます。ただですね、私これどうしても申し上げたかったのは、探査は利用だけじゃないっていう点ですね。これちょっと本日のテーマとは、ちょっと逆の方向性であるんですけど、まあ、やっぱりその、なんて言うんでしょうね、その例えばどこか探査しに行って、サンプルリターンをしたと。でそれによって、まあ、明日からの我々の生活が突然豊かになると、そういうわけではないとは思うんですけれども、まあ、それが巡り巡って将来的に、役に立っていくっていうことだと思ってます。まあ、基礎研究がおろそかにされてしまうとかっていう問題と似てるところあるかもしれませんけれども、まあ、やっぱり近視眼的にですね、利用だとか目先のこう成果ばっかり考えてやってると、なかなかうまくいかないところもあるかなと思ってまして、まあ、探査はそういうふうに捉えるところも必要じゃないかなというふうに思ってます。まあ、もちろん長い目で見れば利用なんですけれども、で、まあ、巡り巡ってっていうところでいうと、まあ、やっぱり教育的な観点あると思ってますし、まあ、私自身冒頭で申し上げた通り、はやぶさ初号機に感銘を受けてこの道を目指したところはありますけれども、そういった意味でその、まあ、子どもたちにですね、探査とか宇宙の面白さを知ってもらって、で、まあ、最終的に宇宙を目指してくれなくても
全然構わないんですけれども、まあ、そういったことで、科学の裾野が広がっていけばいいと思いますし、まあ、あとはそうですね、なんというか文明である以上はやっぱりこう好奇心ベースで、いろんなことを、研究していく探査していくっていうことが必要じゃないかなというふうには思ってます。でコンフィギュレーションですね、地球外生命探査どう実現するかっていう話は、まあ今日はあんまり一つこれだっていうことに絞らないで割と広くお話しようかなと思ったんですけど、まあ一般的に考えられるような案を4つ書いてみました。1つ目が小型探査機ですね。もう誰も思いつかないような、まあ言ってしまえば誰もが無理だと思うような、そういう、大胆なやり方で、みんなをあっと言わせるっていうのが1つで、次に大型プロジェクトですね。まあ、MMX なんかもそうですけれども、フラグシップミッションとして、大胆に進めていくっていうようなやり方。3つ目は国際協力ですね。まあ、海外、いろんなところと協力して、人類の力を結集して進めていくようなイメージ。で最後に、シリーズ化で着々とと書いてますが、まあ、1つの探査機ではなくて複数の探査機をシリーズ化して進めていく。例えば、海外の、火星サンプルリターン計画なんかはですね、一つの探査機でまずサンプルを取って、それを、サンプル収納容器に入れて、火星の表面に置いておくと。で今度また別の探査機が、そこにやってきて、それを拾い上げて地球に持って帰ってくるみたいなですね、そういった検討もなされてますけれども、そういう感じで一つの探査機にはこだわらずに、複数で、難しいことをなんとか実現していくっていうようなやり方。まあ本日はあくまで例として4つ書きましたけれども、まあ、一般的にはこういった案が考えられるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、実際どれで進めていくべきかどうかっていうのはその時の状況にもよると思いますし、ミッションの立ち上げ方って、いろいろあると思います。ボトムアップ的にこういうミッションやるべきだって研究者からこう発信していくような場合もあれば、もうちょっとトップダウン的に、日本のプログラムとしてですね、こういう探査をやっていこうっていう方針として決まっていくような場合もありますし、それはまあ状況次第、あとは、まあ、技術次第でもありますね。そういったところから、最適な、コンフィギュレーションだったり進め方を、選んでいくのかなと思いますし、特にこういう地球外生命探査っていうのは割と将来的な話だと思うんで、今まだ、若いですね、小学生とか中学生の皆さんにもどんどんいろんな、考えを出していただけたら嬉しいなと思ってます。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。探査は利用だけではないっていうのはサイエンティスト出身としてすごく共感するところです。はい、ありがとうございました。それでは次に菊池さん、よろしくお願いします。はい、菊池です。まあ、小惑星探査、まあ、小惑星だけでもですね、まあ、300万個以上あると考えられているんですが、今まで高々、まあ、数十個しか小天体っていうのは、まあ、調べられていなくてですね、まあ、その数十個でですね、まあ、統計的に包括的になんか議論できるほど、まあ、知見が整っているわけではないと思います。ですがその一方でそういった300万個全部調べ上げるというのはやっぱ無理があるから、〇〇タイプとかそういったなんとかタイプとかっていう小惑星、そういった代表的な小惑星をきちんと一つ一つ知見を積み上げていくことで、まあ、その理解につながる、太陽系の進化の理解につながろうと思っていて、あとやっぱり地上の観測っていうの、非常に多くのデータがある、それともうまくリンクさせて議論していくしかないんじゃないかなと思ってます。そうすることで、まあ、太陽系がよりよく深まる、理解っていうのは深まるんじゃないかと思います。で、現実的、その M 型小惑星って今回私挙げましたが、それの現実化という点においては、まあ、最近ミッションっていうのが立ち上がっている通り、まあ多分実現的にはそういうことは技術的には可能だろうと思っています。でどういった体系の中で進めるべきかっていうと、やっぱりこのはやぶさシリーズっていうのが日本得意なので、そのシリーズの後継として
まあ、S型小惑星とかはまあシリーズ1、今回あのリュウグっていう星っていうのはまあシリーズ2、今回 M 型っていうのはもうシリーズ3か分かんない、3か分かんないですけど、そういったそのはやぶさシリーズでうまくあの取り込んでいければなと思いますが、ただこれをやったシリーズ3やったというで、それで完成というわけではなくて、これをまた引き続きあの次の試験、次の、 あの天体へ、次の天体へとバトンをあの出しながら進めればいいかなと思います。そして、やっぱり M 型小惑星っていうのは、やっぱり一番やっぱ大きいのはそのお金、あのお金が儲かるかもしれないというか、そういったお金を、まあ、人参ぶら下げてですね、各国の研究機関とか民間企業とかの協力を得て進めればいいんじゃないかと思ってます。まあ、実際、スペース X なんかも非常に興味で、最近ミッションにあの協力しているようなので。はい、ただ、なんかサンプルリターンはできたらいいんですけれども、ちょっと注意しなくちゃいけないなと思うのは、もしそこになんか生命体がいたら、まあ、私たちが持ってきちゃったら、その誘拐犯になっちゃうんじゃないかと、ちょっとそれだけを注意しながらですね、いろいろ国際法、宇宙法とかをあの考えながらあのいければなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。それでは最後に、長松さんの方からお話お願いします。はい、私はちょっと皆さんと違ったシステムでビジネス化の方に舵を切っていこうと思っています。ただこのビジネス化の、元々の理由はあのすごい理想な話なんですけれども、今ある JAXA の技術を使ってあのビジネス化をして、まあ、そこで得た外貨というかその価値を、皆さんの、基礎研究であったり足りない将来の探査に持っていけないかなというところをちょっとその現実的に考えてしまった話なんですけれども、現在ですねあのスペース X イーロン・マスクとか考えているような月周回旅行は100人単位で月の旅行に行きます。たかだかですねこれまでの宇宙飛行士アポロ時代から500人ちょっとしかいないんですが、5回ミッションをすると宇宙飛行士を超えてしまうんですよね。そういう形で2030年以降はもう何百人何千人という人が宇宙に行きやすい時代が来るとなるとすると、そこをですねビジネスターゲットにしないわけにはいかないですね。先ほど宇宙放射線の線量で被爆線量の滞在期間が決まると申し上げたんですが、せっかくですね ISS や MMX ゲートで培ったこの技術、宇宙機関しか持っていませんので、この技術を例えば保険会社とタンプアップして宇宙旅行に行く方に皆さん安心なあの宇宙旅行をするために被爆線量の評価を気になりませんか、いろんな人体の影響がなかったかどうか安心して宇宙旅行に行きたいですよねという形でビジネスにしていきたいなと思っています。この目的としては、今まで宇宙開発でしかいなかった人以外にもいろんな方を巻き込みたい、巻き込んで月火星旅行 をターゲットにしているんですけれども、将来的には宇宙開発をしていく人材を集めたいなというのが思いがあります。はい、ちょっといろんなあの放射線の影響ということで真ん中に書いているんですけれども、こういうことのリスクを減らすためのサービスの提供ということで、計測から予測、それから帰還した後のサポートまでを一元的にやるものがビジネス化できればいいなと思っています。はい、次のページをお願いいたします。はい、これあの宇宙放射線の業界だけではなくて全部の分野に対してだと思うんですけれども、これ今までこれあの NASA、ESA、JAXA、それからカナダの宇宙放射線計測をやっているメンバーがこう一度に集まった写真になります。これまでは国際協力とか、まあ、あの日本の中 の、 その放射線研究や原子力研究に関わるメンバー非常に限られたメンバーだけで、開発、計画、開発、立案、それから、宇宙、実験の運用まで全部やってきて、非常に、まあ、閉じた形になってるんですけれども、今までやってきた以外にベンチャービジネスであったり、先ほど言った本当に保険会社であったり証券会社であったり、リスク評価をするようなところ、それから、JAXA 以外でもアウトソーシングできるようなコンポーネントに細かく分けて、そこができるところはお願いするという形で、なんとかですね、JAXA ができることが続い継続していく資金源にならないかなと思っています。というのも、内閣府が今
将来の未来像として100年後には日本の人口が3分の1になるといった予測を出しています。宇宙科学研究所は100年先の宇宙科学を語れるべき組織でと思っていますので、まあ、人口や人材、そういったミッションの継続といったものを、まあ、総合的に、リスクを排除する、ための、いろんな、技術の活用ができればいいかなと思っています。JAXA が持っているのは真ん中にあるんですけれども、これまで得た知見やデータです。こういったものがこれからまたいろんな探査が増えること、ゲートイミッションで増えることで増えていくので、こういったものをうまく使って資金源にして、さらに今足りない分野を実施して人材を集めるといったうまいサイクルが回らないかなというのが私の希望です。すごい超現実的な目になってしまいましたが、はい、以上です。ありがとうございました。はい、そうですね、これで皆様のお話をお聞きになった視聴者の皆様も、10年後や20年後の日本の新宇宙探査がより現実的に感じられるようになったのではないでしょうか。はい、それではパネルディスカッションの残りの時間がもうあと3分ぐらいしかないんですけど、もしも視聴者の方からパネリストの皆様に質問などありましたら、チャットに書き込んでいただければと思います。今は、内容ですので、もしパネリストとか開催側の方でも質問ある方いらっしゃいましたら、あと、はい、2分ぐらい大丈夫ですので発言ください。では私から一つ永松さんに質問させていただいてもよろしいですか。はい、お願いします。こちらのスライドで、将来はビジネスとしていろんな人を巻き込んで継続的に行っていくっていうビジョンを示していただきましたが、この宇宙放射線サポートシステムに関するビジネスって今ってそういう企業とかってあったりするんでしょうか。はい、日本国内にはまずないです。NASA も1960年代、アポロの時代からこの宇宙放射線計測システム、非常に力を入れていて、途中ビジネス化も検討したんですけれども、なかなかその宇宙放射線計測の、国際宇宙ステーションミッションでも、数例しか宇宙飛行士が行かない、数十例しか行かないので、なかなかビジネスとして、回らないといった現実を見てきました。これからも、民間宇宙旅行元年の時代ですので、今がそういったチャンスになるんじゃないかなと考えています。ありがとうございます。他にはよろしいでしょうか。あと一つぐらいなら大丈夫かなと思います。はい、それでは、そうですね、もうパネルディスカッションのクロージングの方に移らせていただこうと思います。こちらに、本日パネリストの皆様にお話しいただいた将来構想をこちらの表にまとめてみました。皆様すごく様々な探査を提案していただいて、そうですね、事前にその打ち合わせをしたわけではないんですけど、皆さん本当にバラバラのことを言っていただいて、幅広い議論ができたのではないかなと思います。どのような宇宙利用につながるかというところでも、技術面を提案していただいた方もいれば、日本のサンプルリターン技術を継続していくべきという樋口さんの M 型小惑星のお話であったり、永松さんのビジネスとして継続的に行うようにしていくというお話とか、大変興味深くお伺いできました。あとはそうですね、この利用につながるかっていう観点も大事だけど、やっぱり探査はそれだけではなく、サイエンス的な人類の根源的なモチベーションっていうところも大事なんだっていうところは、はい、私もすごく共感するところでした。はい、皆様ありがとうございました。スミツさんからコメントをいただけますでしょうか。はい、皆さん、パネリストの皆さん、ありがとうございます。
そうですね、まあ、アメリカ の、 その60年、70年代というのはアポロ計画というのは相当な国家規模的な予算が投入されたわけですけれども、まあ、その後は、まあ、ある程度シャトル等々に移行してしまって、もしアポロ計画規模の予算が投入され続けていれば、また SF ですけれども、2001年宇宙の旅というのは、あの映画は本当に実現していたはずと、2001年にですね、というような試算もあるようですが、まあ、実際にはそうならなかったわけですよね。で、あと、私が宇宙系の学生だったときに、やっぱりこの今日みたいな特別公開の時に来ていただいた皆さんにアンケートを取ったことがあるんですけれども、宇宙開発の意識調査みたいな感じのアンケートを取ったんですが、宇宙系の特別公開に来ていただける方なので、宇宙にはすごく興味のある方、あるいはその優位性をものすごくご理解いただいている方というような、当時は私の学生の頃にあったんですけれども、実はですね、特別公開、その意識調査を取っても、やっぱり一番税金投入すべきは、福祉でしたり、そちらの方だという意見の方がはるかに強いんですよね。ということで、我々もちょっとショックを受けてたんですけれども、ちょっとそういった状況を踏まえて、どういったことをこう考えると実現するのかといったところですが、例えば日本としては、2008年ですかね、宇宙基本法というのができて、まあ一言で言うならば、宇宙の利用ということに、日本の宇宙開発を大きく舵を切ると。いう形で内閣府の中に宇宙開発戦略推進事務局というのも立てながら、今宇宙基本計画に基づく宇宙基本法に基づく宇宙基本計画というようなものでいろんなものが進められようとしているというようなところもあると思うんですよね。でそういうことに対してやはり正直言うと私も大野さんの意見と同様です。要するに探査と利用というのはちょっとダイレクトには結びつきにくいところあるとは思っているんですが、やはりそこは何かしらのシナリオメイクは必要なんだと思います。まあ、そういった意味で今日の議論は非常にいい議論ができたんじゃないかと私は個人的に思ってまして、もちろんこれ何か結果が出たわけではないですけれども、こういった話をトリガーにして、今後もいろんな議論を皆さんとしていければいいなというふうに思ったところです。ちょっと長くなりましたが以上です。お願いします。はい、ありがとうございます。それでは少し休憩を挟みまして、このあと、そうですね、16時45分から Q&A コーナーを始めたいと思います。では、そうですね、パネリストの皆様も45分まではカメラとかマイクオフにしていただいて、はい、休憩時間としたいと思います。皆様また16時45分にお集まりください。はい、よろしくお願いします。お願いします。カメラも、はい、どちらでも大丈夫ですね。
すみません、お待たせしました。それでは16時46分になってしまったんですけど、ここからは Q&A コーナーを始めさせていただきます。ここまでのパネルディスカッションで将来探査の話をしていただきましたが、まずは今は MMX を進めるのが私たちの仕事です。そのためにも一般の皆様から応援いただけるように努めるということも非常に大事なので、非常に大事な仕事の一つだと考えています。はい。そうですね。ここで、こちらのコーナーでは、一般の方々から事前にツイッターで寄せられた質問に、MMX チームメンバーが回答していこうと思います。それでは早速、質問を回答していただきたいと思います。では、一つ目の質問。こちらはやぶさ2では、はやぶさや暁の経験をもとに姿勢制御系やサンプラーホーム推進系などが改良されてきましたが、 MMX でも歴代の探査機の経験から改良した試しにやったらよかったので、引き続き採用したなどの部品や運用手法はありますか、また MMX で新規に採用したものはありますかという質問です。こちらは吉川さん、回答をお願いします。吉川さん、マイクオフですね。はいはい、失礼しました。ごめんなさい。まずご質問いただきありがとうございます。すごくはやぶさ2とか暁のことを詳しくご存知で、もちろんですね、過去の探査機の、ことは非常に、いろいろ引き継いでる部分っていうのはいっぱいあります。で、ちょっと一つマニアックなんですけど、私が担当しているサンプリング装置では、サンプルを取った後にカプセルにサンプルを収納する、収納機構というものがあるんですけれども、これはハヤブサ、ハヤブサ2の、技術っていうのは非常に優れていて、しっかりカプセルをシールして中に入ったものが漏れないように、届けるという技術があるんですけど、それがハヤブサ2から引き続き使えるということで、 MMX でも同様 の、 方式 の、収納機構というのを採用しているというのが、一つ私の身近で具体的な例です。で、MMX 自身は新規で採用したものというのもそれと同じぐらいいっぱいあって、一番ポイントかなっていうのは、やっぱりそのサンプリングの時に着陸をしっかりして、で今回はロボットアームを使って、本当に欲しいところからサンプルを取るという、この新しいサンプルの取得方法、ここがやっぱり個人的には一番は、個人的にはポイントかなと思っていて、やっぱりその今までハヤブサとかハヤブサ2よりもより多くのサンプル量を取るっていう、ところからこういう方式が選ばれてるんですけど、こういうところっていうのは
地域で採用したりしています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。それでは次の質問に移らせていただきます。ポゴスで砂を取ると火星由来の砂も一部回収できるはずとの計画だと聞いたことがあります。ポゴスのものと火星由来のものとどうやって判別するのですかという質問について、こちら菊池さん、よろしくお願いします。はい、菊池です。ご質問ありがとうございます。最初にその火星由来の物質っていうのはどういうものかっていうと、おそらくですね、若い火星上のクレーターから物質が放出されて、それがフォボスにトラップされたって考えられています。で、そうなるとですね、巨大衝突の物質とは異なってですね、ほとんどのそういった放出物っていうのは、余裕なのその熱の強い衝撃変性とかは受けていないと考えられています。それが火星由来の物質の情報で、で、ちょっとこれからそのどうやって判別するのですかというご質問ですが、そもそもフォボス、ちょっと2つ考えなくちゃいけないケースがあってですね、それはフォボスがどうやってできたのかっていうものと関連するんですけれども、例えばフォボスがどうやってできたのかって、今大きく2つ考えられていて、1つは捕獲説、もう1つは集積説、ジャイアントインパクトですみたいな捕獲説、あと集積説なんですけども、フォボスが火星の重力によって捕獲された天体、だからもともとは遠くにいた星だったんだけれども、取られた天体だったっていうのであればですね、そういった火星衝突下のクレーターの放出物っていうのは、そういった資源物質、そういった明らかに異なる岩石的な岩石学的な性質を持っているので、それはすぐに見分けられると思います。で、ちょっと厄介なのは、フォボスが火星の衝突によって、その火星の衝突物が集積してできたっていう説だと、ちょっと難しいんですけれども、そういった場合はですね、そういった、ですが、そういった場合でも、実は見分けられるだろうと考えられています。というのは、先ほど申し上げました通り、若いそういった衝突、火星衝突クレーターっていうのは、そういった巨大衝突ってみたいな、発生したその、衝撃性というのは経験していないので、火星隕石中の例えば、物質と の同位体比だったり、あと火星隕石のですね、そういった鉱物組成データ、こういったものを比較すれば、比較的十分に区別できて判別できるのではないかと考えられているようです。はい、はい、以上です。はい、それでは次の質問。おそらく地球以外の惑星の周回軌道から脱出する初めての探査機になると思っていましたが、それに関して何か新規に必要になる技術や課題などがあれば教えてくださいということです。こちらについて大野さんお願いします。はい、ご質問ありがとうございます。はい、おっしゃる通り、惑星の周回軌道から脱出して地球に帰ってくるってなると歴史上初めての探査機じゃないかなと私も思ってます。で、そのためには、大変なのはですね、やっぱり軌道制御量が多くなるっていうところです。具体的には MMX は地球から打ち上げられてから、まず火星に行くわけですけども、その、大量の燃料を使って推進系を吹いてまず火星の周回軌道に入ります。で、しばらく、そこに滞在して、フォボスに近づいていったりサンプル取ったりして、でまたですね、戻ってくるときは、同じように大量の燃料と推進系を使って、火星周回軌道から脱出して地球に帰ってくるっていうところ、ということになりまして、そこの、燃料質量、そこら辺が、難しいところかなと思っています。で、それを解決するために MMX は、多段式の構成になってまして、オーロモジュール、探査モジュール、袋モジュールっていう3つのモジュールから構成されています。で、イメージとしてはロケットを考えていただければいいんですけど、ロケットも多段式になっているものが多いわけですが、
まず最初にあの大量の、燃料を使ってでその推進系のタンクが空っぽになったらそれは切り離して捨てて、自分自身としては探査機自身としてはその軽い状態になってですねでまた、次の、探査を継続していくっていう MMX はそういう構成になってますので、なっています。でそれは、このご質問にあったように、火星の周回軌道に入ってまた地球に戻ってくるっていうところを、解決するためにそういう設計になっているというのがあの大きな理由の一つです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。それでは次の質問。着陸時の運動エネルギーが比較的大きい今回の計画、本邦初となる着陸脚を使う軟着陸で自慢の足回り、ここに注目してというのがありましたらぜひお聞かせくださいということです。こちら吉川さんお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、運動エネルギーが大きい探査機なので、運動エネルギーを吸収する、まあ、吸収剤というところはもちろんポイントになるんですけれども、あの、特にあの今回あの工夫しているのはふわふわなフォボスであっても沈み込まないようにしたあのパッドの形というのは一つあると思っています。で、まあ、私はまあサンプリングチームなんですけど、サンプリングチームは着陸客チームはですね、よく一緒にその無重力実験といって落下塔っていうのを使って高いところから、まあ、カプセルを落としてその、まあ、数秒間得られる、小重力環境、フォースと同じような環境であの着陸の挙動を見るような実験とか、まあ、サンプルを取るような実験をあの何回もやっているんですけれども、まあ、その中でも特にやっぱその形っていうのに着陸客チームはこだわってで、どうすれば沈み込まないかっていうようなところをあの非常に研究、まあ、検討してますので、まあ、そこは一つあのポイントかなと思ってます。あとあの着陸後にですね、その運動エネルギーを吸収するために吸収剤をこうあのクラッシュとかさせてこうエネルギーを取るんですけど、その後そのクラッシュしちゃうと姿勢とかがこうあのなんかどんな気になるかわからないので、それをちゃんと元の長さに戻すっていう機能がついてます。でこれが非常にポイントで、そうすることでその後着陸の後にサンプルを取るときにちゃんとサンプルが取れる、まあ、空間っていうか探査機との地面との距離をあの保ってくれるっていうところで、これもあのサンプルをあの成功させるために非常に重要で足回りでポイントの技術だと思ってます。はい、以上です。ありがとうございます。それでは次の質問。リュウグウのような超微小重力天体にタッチダウンするのと、フォースのようなある程度重力がある天体に着陸するのと、どこが難しいですかという質問です。こちら大野さんお願いします。はい、大変鋭いご質問だと思いました。まあ、まずですね、はやぶさ2が探査したリュウグウはおっしゃる通り、重力がかなり小さい天体でしたので、ゆっくり、降りていくことができました。具体的には毎秒、10センチメートルと、そういうゆっくりした速度で、まあ、ちょっとずつちょっとずつこう近づいていく、慎重に近づいていくというようなイメージの運用をしていました。一方で、MMX が探査するフォボスは、そこそこ重力が大きくて、同じような速度でゆっくり近づいていくっていうことが、非常に難しいです。やろうと思えばもちろん物理的にはできなくはないんですが、重力に抗って、ゆっくり降りなきゃいけないので、そのためにはあの非現実的な量の、燃料、水薬が必要になります。でそうするとですね、まあ、あの探査機設計として、成り立たなくなるっていうのが、まあ、成り立たなくなってしまうと考えられるので、ある程度速い速度で、具体的にはあの、毎秒3メートルとか、まあ、要はハヤブサ2よりは30倍くらい速い、速度で近づいていくようなイメージになります。でまあ、速度が速いとあの、まあ、当然ですけどリスクが大きいというふうに、考えていいと思います。あの
まあ、当たり前ですけれども、ゆっくりゆっくり慎重に近づいていくよりは、こう速い速度に近づいていくと、まあ、それだけ、危ないっていう感じですね。でその辺がなかなか難しいところで、そのためには MMX としてはより自律的な機能を、充実させるような設計になってます。よりですね、なんというか、自分が持っている、センサーとかを、うまく使いながら、速い速度であっても安全に降りられるような、設計を工夫しています。以上です。ありがとうございます。それでは次の質問、探査機の開発は順調でしょうか。今後の開発試験の中で一番の難所があるとしたら何なのか教えてくださいとのことです。こちらは永松さんお願いできますでしょうか。はい、永松です。国内国外の研究機関や大学等の協力を得ておかげさまで順調に開発を進めています。これからの難所なんですけれども、一次噛み合わせ試験というものがあります。探査機と15のミッション機器を噛み合わせて試験を行いますが、電力や通信、人工衛星と地上通信局のデータのやり取りや、その探査機の制御、テレメトリーコマンドといいますが、これが計画通りにできているのかの確認を行います。ミッション全体で実施する大変大きい大規模で機関のいる噛み合わせ試験になりまして、ここが直近の難所になるかと思っています。以上です。ありがとうございます。それでは次の質問、 MMX 探査機の観測軌道はフォボスとほぼ同じで、欧米の火星探査機とは違った軌道であると思いますが、その軌道から火星を観測するとどのようなことが分かるのでしょうかという質問です。こちらは菊池さんお願いいたします。はい、菊池がお答えします。まずこの質問の背景を少し深く説明させていただくと、これまでの、火星探査、ちょっとロシアのフォースっていうのがあるんですが、それ以外普通 のこれまでの探査機の火星あと火星衛星の探査っていうのは、どちらかというと火星のついでに探査するという形で進められてきました。なのでタイミングがちょっと良くないとですね、フォボスとかダイモスって観測できなかったんですね。例えば今マーズリコネーサンス帯だと MRO とか2006年からくるくる回ってますが、今まで2006年からやってるにもかかわらず、あと数枚しかいい画像っていうのはフォボスではなくてですね、あとマーズエクスプレスっていうのは2003年からいろいろ動いてるんですが、それでも数千枚しか、数千枚は結構多いんですけども、そういったそのくらいの画像しか取得されていないです。で、つまりですね、1回で全域的な観測っていうのはできません。で、一方で今回のこの軌道、QSO、儀周回、周回軌道とか言うんですけれども、そういった軌道はですね、軌道理学的に非常に安定している軌道で、それでいて火星との接続航海でほぼ全域が観測できるということが予想されています。で、MMX 探査機がその軌道にいるとですね、少ない燃料で長時間、長い時間でじっくりとフォボスの周りを回ることができます。で、そういった背景で、じゃあどういったことが分かるのかっていうと、一つは全域的に非常に好条件で、いろいろな条件のスペクトルデータを取得できるので、フォボスの表面の全域的な物質の分布っていうのをより正確に判別できるかと思います。で、またですね、同じような非常に高い空間解像で画像等のデータが取得できるので、例えばクレーターの分布だったりとか、あとボルダーとか、岩塊という意味ですが、岩ですね、岩の分布、そういったものが正確に観測することができると思います。あとは、フォボスの周りにダストがあるっていうふうに予想されているんですが、そういったダストの観測もできるんじゃないかと、そういったことが期待されていると思います。以上です。ありがとうございます。すいません、こちらの質問では、火星を観測するとどのようなことが分かるのでしょうかという質問なんですけど、火星を観測すいません、フォースを観測すると、火星を観測すると、火星を観測する MSA ってことか、火星を観測するとですね、一つは赤道にほぼ
火星の赤道面にあのフォースの探査機がいるので、火星の赤道面の、あのデータ、あのデータというか、火星のフォースの、例えばあの火星にはですね、あの嵐、あのダストデビルという非常にあの嵐とかいろいろそういったあの表層環境で、風の影響とかそういったものある そういったものを詳しくあの観測できたりですね、あとフォース、あ、じゃあ火星の、まあ、より詳しくですね、その、あの重力と、あと赤道で、あと赤道潮汐によってどのくらいあの影響があるかと、あと火星の重力、あ、そういった、ことが分かってくると思います。すみません、このあたり、私、あのフォースのことと、はい、あのフォースのことを思って、フォースのことをちょっと答えとして用意していたので、ちょっとあまりうまく答えられなかったんですが、はい。ありがとうございます。はい、申し訳ないです。他の方、もし出てきたらお願いします。はい、もしくは時間も迫ってきましたので次の質問にいきたいと思います。で次は、推進系について質問です。探査機のオーロモジュールにはメインエンジンが4機ついていますが、これはなぜでしょうか。またフクロモジュールにエンジンが2機ついているのも不思議に思いました。またコウノトリやアカツキなど過去の宇宙機の技術が生かされたりしていますかという質問です。こちら大野さんお願いします。はい、MMX の設計を把握されているすごい質問だなと思いました。で、まあ、まずですね、オーロモジュールのメインエンジン、これは、火星周回軌道に投入するときに使用します。でその時の、軌道制御量が、MMX のミッションの中で一番、大きく必要とされますので、あのそのために4機ついているということになります。で袋モジュールの方はですね、火星周回軌道から脱出して、地球に帰ってくる時に使用します。でそのために2機ついていて、で袋モジュールにはメインエンジンとは異なる、より推力の小さい推進系も、ついてはいるんですが、まあ、あのそれで、火星周回軌道から脱出するにはちょっと軌道制御量が、大きすぎるというのもあって、あのメインエンジンも2機ついているというような形になっています。でコウノトリ、アカツキについてですけれども、はい、あの技術は生かされています。まずコウノトリの方は、例えばですけれども、あのコウノトリチームっていうのはあの運用訓練をたくさんやってですね、運用の、熟練度を上げるっていうことを、かなりあの積極的に やってるんですけども、その辺を参考にさせてもらって、あの運用訓練を見学させてもらって、まあ、いろんなやり方ですとか MMX も参考にさせてもらっています。で暁については、まあ、例えば推進系ですね、あのこれだけの、質問の、クオリティの方なのでご存知だと思いますけども、暁はあの、推進系の その、酸化剤と燃料が混ざってしまって、あのちょっと不具合を起こしてしまったという問題がありましたけれども、その辺の経験が生かされてまして、 MMX ではあのそういった、混ざり合うっていう混合が起きないように配管を、分離するとかですね、そういった設計に反映されています。以上です。はい、ありがとうございます。ではお時間が迫っておりますので、残り一つの質問としたいと思います。 MMX は ESA から新宇宙用通信機KA 体の協力提供を受けるとのことですが、なぜESAからなぜ経営体通信機の提供を受けるのでしょうか、気になりますという質問です。こちらの質問については私の方から回答させていただきます。MMX は立ち上げ当時に各海外機関との協力アイテムの調整において、ESAが特に工学面での協力に関心を持っていたそうです。
JAXA としてはその中から新宇宙通信技術が MMX プロジェクトに有用であると考えて双方での調整の結果新宇宙用通信機と携帯の新宇宙用通信機と地上局での協力を進めることとしたということです。はい、それでは他にもたくさん質問をいただいたんですけれども本日はお時間となってしまいましたのでこちらで終了とさせていただきます。パネリストの皆様質問へのご回答どうもありがとうございました。ありがとうございました。事前に質問をお寄せくださった方もどうもありがとうございました。 MMX チームメンバーははやぶさ2の大成功に続けるように日々研究や開発に取り組んでおります。国立研究開発法人である JAXA の中で私たち研究開発員が宇宙探査に専念することができるのはひとえに皆様のご理解と応援のおかげだと思います。ぜひこの特別公開が MMX や日本の将来の宇宙探査について考えるきっかけとなれば幸いです。ありがとうございました。スミキさんの方からもコメントありましたらお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、我々 MMX のメンバーはですね、もう今詳細設計フェーズというフェーズに入ってて、まさに今このコラのメンバーもですね、もう日々本当に忙しい状況にあります。ただこういう中でですね、こういった機会を設けてあえて MMX の先を議論するようなこういったパックペッションを組んでみたんですけれども、こういった Q&A 含めていろんな意見交換をさせていただきながら自分たちの気持ちリフレッシュしながら取り組んでいきたいというふうに思います。できればもうこういったのは何回かもう少しやれるといいなというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。午後3時10分からおよそ2時間にわたって行ってきましたこちらの JAXA 相模原キャンパスオンライン特別公開アンオフィシャル企画 MMX パネルディスカッションいかがでしたでしょうか。皆様に MMX のことをより深く理解していただいて今後ともより多くの人々に応援をいただける探査プロジェクトになるように MMX チームメンバー一同邁進してまいります。それではこれにて本日の JAXA 相模原キャンパスオンライン特別公開 MMX アンオフィシャル企画の全プログラムを終了とさせていただきます。ご参加くださった皆様誠にありがとうございました。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 